日和山は、三重県鳥場市にある山。鳥場三山の一つで、山からの眺望は、江戸時代より、眼下の裏々島々は、庭中の潜水種とくるごとく家系の初中にあるごとしと、称えられた。鳥場港を一望することができる。三名は、船頭が天候を日和見するために登ったことから、名付けられた。鳥場市の玄関口である、鳥場駅、鳥場港の西に位置し、 飛ばしの歴史上、交通、通信、観光の分野で幾度となく登場する山である。工述する日和山エレベーターのあった頃は観光名所であったが、現在は喋れてしまっている。山頂には日和山展望台、日和山宝遺跡、幸せの鐘、無線電話発祥記念碑がある。飛ばし内には、この日和山以外にも小浜町に、 大日和山がある。日和山と、鳥羽港を描いた浮世絵日和山からの、長望江戸時代、大阪や西国から関東へ向かう海戦は、島国の港を出ると、伊豆国、下田まで避難港がなかったため、島の諸港に必ず寄港し、薪木や水を調達し天候を見定めたという。中でも鳥羽港は、文政年間の作とされる、 国々港比べという港の番付表で席分けに位置付けられ、佐藤信弘は、蕎麦領景域で、蕎麦湖は、日本総国におって実に、回路の、ようくるるなりと記述した。蕎麦湖に隣接する日和山には、1822年に、日和山宝遺跡が、接種名だたる船中の寄進された。当時の日和山山頂には海、腰松、または、 天神松と呼ばれた松の木と一定があり、磁石が常設されていた。山麓は船宿街となっていた。明治時代には、海上交通の整備や、山宮線の賭場延伸があり、賭場を訪れる遊覧客が増加した。そこで、1890年に賭場八景が選定され、日和山関省が選ばれた。翌1891年には、時の皇太子が、 軍艦、何は号で鳥羽を訪れた際、8月20日の期間に、先立って、日和山を遊覧した。1912年3月には山に、鳥羽しるべ島が建設された。鳥羽しるべ島は、関東東大、上島東大と合わせて、高校に、重要な役割を果たしたもので、日本に50ある、しるべ島のうち2番目に古いものである。鳥羽神情高等小学校の、 郷土市場によると、飛ばシルベ島は、高島と低島の二つあり、高島は、中鉄製で、アセチレンガスを、明かり源とし、低島は、連鉄製でアセトンを用いた。木、森との板高島よりも、自動で明滅する、低島の方が、光立ち距離が長かったという。このシルベ島は2010年現在も、現役で使用され、 二頭が上下に一直線に並んで、見えるように船舶を進めると暗礁に乗り上げることなく、戸麦港に入港できる。1952年戸場重慶に、日和山の石春として選定されている。1961年12月5日、無線電話発祥記念碑除幕式が開かれる。1969年11月21日、日寄山法遺跡が、 戸ばし指定有形民族文化財となる。この方遺跡は株式会社、三木本魔樹島の私有物である。日和山エレベーターは、三重県戸ば市に、かつて存在した、観光用のエレベーター及びその運営を行っていた、株式会社。1933年2月26日に、日和山エレベーター株式会社が設立され、 翌九百三十四年七月にエレベーターが完成した。麓の鳥羽駅前と日和山山頂を連絡するもので五十一メートルの高さがあった。当時の料金は片道五千0だった。建設された当時は鳥羽を訪れる観光客が増え始めた頃にあたり、鳥羽の観光の幕開けともいえる存在であった。九百四十三年十月七日から、 太平洋戦争に伴う電力消費規制により運転を休止。1947年3月1日に営業を再開した。飛ばを訪れる観光客をはじめ、地元の子供たちの遠足スポットとして親しまれたが、1974年1月6日に飛ば駅で起きた火災でエレベーターも消失してしまう。以後営業休止の形を取ったが、 その後再建されることなく1982年9月30日に解体撤去された。無線電話発祥記念日日本における電話の発祥は1890年のことであるが、三重県で電話交換が始まったのは10年後の1900年であった。電話が飛ばで開通するのはさらに遅れて1910年のことである。電話の開通は遅かったであるが、 無線電話は世界で初めて実用化され、日和山に無線電話発祥記念碑が建てられている。伊勢湾港に位置する上島へは、湾王の名古屋港や四日市港に入る船舶の正確な入港時間を把握するために、イラゴ水道を通過したという情報を送信する海底電信施設の建設が停心省に申請された。同じ頃、電気試験所では、 鳥方宇一横山栄太郎、北村正次郎が TY 形式無線電話を1912年3月に考案し実用化に向けた研究が進められていた。さらに、東市島でも海底電信の建設計画が出されていたものの実現は難しい状況だった。そこで海底電信施設よりも低コストの TY 形式無線電話をここで実用化する。 要提申証に再申請がなされた。こうして1914年11月7日に TYK 式無線電話飛ば局が開局12月16日から飛ば答えし、上島間で試験が開始された。試験に必要な経費はすべて地元負担という条件で許可されたため、上島駐在は愛知県、飛ば駐在は三重県、答え市島駐在は答え志村が、 設備費から職員の給料まで支払った。試験運用方法は、上島灯台を通過する船舶が手端信号で船名、行き先を送り、上島灯台から無線電話で船名、行き先、通過時刻を飛ばしるべ島へ送信、飛ばしるべ島が飛ば郵便局へ有線電話で連絡、飛ば郵便局が電報で名古屋、四日市の商業会議所や、 船会社に通知するというものだった。試験結果は良好であったため、1916年4月1日より、低信証直轄事業に移行した。この無線電話実用化は、入港時間の把握と、古体市の漁獲物取引に役立った。1956年11月30日に、鳥羽古体市電話線が新設されたのに伴い、無線電話は廃止となり、 1961年12月5日に日和山で無線電話発祥記念碑の除幕式が挙行された。2014年12月21日から22日に世界初の無線電話運用開始100周年を記念して TYK 無線電話開通100周年記念展示会が飛ばし立図書館において開催された。この展示会で 当時の無線電話に関する資料と共に TYK 無線機が展示された。収集された展示資料は東海無線会無線誌研究会によって取りまとめられ、世界初の無線電話運用開始100周年記念誌として発刊された。JR 三宮線及び近鉄鳥羽線、島線の鳥羽駅付近とガタ新車右脇の2カ所登山口がある。 いずれから登っても10から15分程度で山頂に到達できる。戸橋戸場にある日和山、城山、ト井の山の山々。ありがとうございます。